福島県を含む東北南部は今月19日に平年よりも7日遅く梅雨入りしました。本格的な雨の時期に入ってきたわけなんですが、一つ心配な調査結果があります。水害や土砂災害が相次いでいることから、文部科学省は今月公立学校の対策状況を初めて取りまとめました。県内の918校のうち浸水想定区域にある学校は128校、土砂災害警戒区域にある学校は84校、その両方に該当する学校も5校あります。ではこれらの学校ではどのくらい対策が取られているのでしょうか。浸水想定区域にある学校について見ていきます。避難確保計画の作成、それに基づく避難訓練の実施、これはどちらも義務とされていますけれども、全国平均を下回っている状況です。一方お隣宮城はかなり進んでいる印象ですね。そうですね。で、学校施設内への浸水対策、これはどうかというと全国的にこちらはあまり進んでいません、県内も 15% ほどにとどまっていて、特にこのハード面の対策遅れている現状が浮き彫りになりました。はい、子どもたちの命を預かる学校施設ですけれども、松尾さん、なぜこの場所での対策が進んでいないんでしょうか。まずですね、この法律の改正というのがちょうど4年前なんですよ。それで、そこで要廃炉処理施設、いわゆる学校も含む施設というのは、水害とか土砂災害があったときは避難の計画を作る、それと訓練をする、この2つが義務化されたんですよね。はい、でちょうど同じタイミングでですね、要するに最大クラスの、今私たちの手元に来ている防災ハザードマップあるじゃないですか、はい、浸水想定というのが公表されたのもちょうど同じ頃なんですよ。だからこの 3,4 年の間でね、この施設の避難計画とか訓練とかさまざまなことをやらなきゃいけない。特に学校現場はね、水害に詳しい人は私少ないと思うんですよ。だから手探りの状態で進んでいるというところが実態だと思いますね。ただいずれにせよ毎年のように災害は起きているという現状も一方であります。その中で2年前の東日本台風で浸水被害を受けました郡山市の小学校では、悲劇を繰り返さないために対策が進んでいます。向こうにですね、大瀬川が流れていまして、ここの崖の部分は大瀬川の河岸段丘ということになるので、水の流れで削られてきたところの一番端の部分だというふうにこう考えています。土石流が流れたりとかですね、そういうところではなくてですね、特に急傾斜のところのものが崩落してくると。郡山市の赤城小学校、市内で唯一浸水想定区域と土砂災害警戒区域の両方に該当しています。2年前の東日本台風では、近くを流れる大瀬川の氾濫により校舎1階部分が浸水、教室や職員室が大きな被害を受け、復旧までの2ヶ月間別の場所での授業を余儀なくされました。いくらどんなに逆上がりを練習してもですね、掛け算九九を覚えても、そういう災害とかその他の事故とかで命がなくなってしまったら、学校教育のすべてはやってる意味がなくなってしまうんですね。ですからこの命に関わるこの2つのことについてはすごく真摯に重く受け止めて対策を取っています。その対策とは、まずソフト面として学校独自の災害対応マニュアルを策定し、避難行動を見直しました。水害の発生が予想された場合には、移動の際のリスクを考慮し、児童を校舎の2階以上に垂直避難させることに。また、校舎が万が一被害に遭っても、授業を早期に再開させるために、重要な書類を電子化したり、机や椅子などの備品をあらかじめ2階以上に移動させたりする工夫も盛り込みました。さらにハード面として、2年前の台風の時には
1階部分、この辺りに電気設備があり、浸水による故障で校舎全体に送電できなくなりました。そのため電気設備は校舎2階部分およそ 3,4 メートルの高さまで底上げされました。また今年度から始まった校舎の改修工事では、浸水の恐れのある1階部分にはそもそも教室を設けないようにする計画を採用しました。万が一もし水害にあった場合でも、すぐ学校機能を再開できるようにという意味で、2階以降に普通教室と職員室を配置する計画にしております。工事の完了は3年後を予定していて、郡山市では他の学校でも防災対策の強化を進めていく方針です。はい、施設ですとか設備自体の整備を指すハード面、そして私たちの行動ですとかマニュアル、こういったソフト面、両面で対策をしっかりと進めているというわけですけれども、松尾さん、学校の立地場所自体を変えることは難しいと思います。だからこそこういった赤城小学校のような対策、これは急務と言えるんでしょうかね。そうですね、素晴らしい取り組みだと思います、はい、学校自らがいわゆるそのハード、あるいはソフト対策含めて、これ多分ハード対策についてはそれぞれの教育委員会の支援の下で動いていると思うので、地元市町村との連携ですよね、その取り組みが重要だということです。でただですね、やっぱり学校というのは昼間は子どもたちがいる施設で、あるいはですね、学校の体育館含めて地域の避難場所として活用される例が多いと思うんですよ。そういう意味じゃ地域の拠点である学校の、ね、強靭化というのは、やっぱり急ぐべきだと思いますね。ですから住民そして子どもたちどちらも守る施設であるべきというふうに感じますね。また赤城小学校は浸水被害に遭った10月12日ですけれども、この日を防災の日と定めていまして、防災授業に取り組んでいます。このような防災教育、他の学校でも進められているということですね。はい、そうなんです。文部科学省の調査によりますと、県内の浸水または土砂災害の恐れがある学校のうち、どちらも9割以上で防災教育が実施されていることが分かりました。松田さん、このような命を守る授業を進めていくこと、当然大切ですね。そうですね、これだけ、災害増えてるわけですから、そういう中で、子どものうちから、災害とかあるいは命を守る知識、これを、習得するっていうのはとても重要ですよね。でもう一つ、子どもを通じて子どもさんがご家庭に帰った時に家族の中で防災教育につながる、これは大きいと思います。特に福島県は水害のみならず地震もある、津波もある、火山災害もある、土砂災害もある、全ての災害がある県ですよ、でそういう意味では学校現場というのは、年の避難訓練、年1回の避難訓練を通じて命を守る、こういう防災教育、これは親御さんともども含めて一緒にやっていく、この取り組みが重要だということです。幼い頃からどうやって危機意識を構築していくのか、非常に長くそして大きなテーマとなってきます。今日も防災マイスターの松尾さんにお付き合いいただきました。松尾さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここまで防災大百科をお伝えいたしました。